第5節虚像。前の説では、光が物体に当たって反射するときには、入射角と反射角は等しくなるという反射の法則を学びました。鏡は光を反射します。鏡を見ると自分の顔が見えますね。その像について学びます。 問い1をやってください。光がまっすぐ進むことを光の直進と言いました。人間は光は直進して進むとしてみます。問い2をやってください。光は鏡で反射して進み、 人間の目に入ります。つまり光は曲がって進むのです。図を見てください。本当はこのようにろうそくの光は鏡で反射して目に届きます。しかし人間はろうそくの光が直進してきたものとして見えます。 鏡の裏側から光が来るように見えるのです。二つの図を重ねてみます。このように、本当は実践のように光は進みますが、人間は点線のように光が裏側から直進して進んできたと見えるのです。問さんをやってください。 本当は鏡のこちら側にある物体は人間には鏡の裏側にあるように見えます。鏡を覗くと私たちは鏡のこちら側にいるのに鏡の裏側にいるように見えますね。問い四をやってください。鏡を見ると 鏡の裏側に自分の姿を見ることができます。実際にはないがあるように見える像を虚像と言います。鏡に映った像は虚像です。虚像の虚は嘘、偽りという意味です。本当にはない偽りの像だから虚像ですね。以下の問題をやってください。 これでこの説の説明を終わります。